い、皆さんこんにちは、マダルグリビッシュです。では今回は大戦略大東亜攻防シリーズ日本軍プレー続きをやっていきたいと思います。前回前々回とですね、イギリス軍と激戦を繰り広げてドーバー海峡を制することができました。今回はですね、いよいよイギリス軍本土上陸作戦、その名もアシカ作戦をプレイしていきたいと思います。まず最初にですね、編成から確認していきましょう。前回から大きく変わったところはないんですけども、まずですね、前回のドーバー海峡の戦いで少し消耗した新山ですね、これ、増強しました。全部で6ユニット編成にしてあります。冷戦の3、2型は変わらずですね。あとはですね、攻撃機、艦長タイプの攻撃機天山に全てマイグレーションしました。天山8ユニット用意してあります。あと銀河ですね、この辺りは航続距離が長いので、どうしても航続距離の短い冷戦あるいは天山といったところが空母で占有するところがありますので、足の長い航空機で、できるだけねドーバー海峡を渡り切ってもらおうというところになります。あと今回はですね、本格的な上陸戦になると思いますので、97式の中戦車海、これをいくつか用意しました。これをですね、特設輸送船に乗せてドーバー海峡を渡らせたいと思います。ではこれで始めていきましょう。英本土爆撃によりイギリスの抗戦力は急激に低下、都市部に残る戦力に頼るしかない状況まで追い込んだ。日独伊軍は好機と捉え、ついに上陸作戦が発令された。はい、では上陸作戦始めていきます。前回と同じマップですね。イタリア軍ドイツ軍が参戦するのも前回と変わらず同じような内容になってます。マップも前回と全く同じですね。ただ今回はですね、敵奥地にもいると思いますので、陸軍、特に先ほどご紹介した中戦車ですね、これなんかもしっかり運用として使っていきたいと思います。では部隊展開していきましょう。まずはドーバー海峡に残っている敵の艦隊との戦いになると思いますので、航空機を散らしていきます。では部隊を旋回しました。まずは戦闘機を前面に出して、その後にですね、敵の艦隊に備えて天山、新山といった攻撃機を控えさせています。さらにその後にはですね、冷戦を満載した空母、その護衛として駆逐艦天竜用意してあります。さらに今準備中のものとしては、輸送船に戦車と陸戦隊を、さらに輸送機にも陸戦隊を乗せたところなので、折を見て発進させていきましょう。では敵の艦隊発見してますね。ここにいるアベンジャーに対してはドイツ軍、イタリア軍の空軍がそれぞれ襲いかかっているので、無視して大丈夫だと思います。こちらは艦隊に魚雷攻撃を仕掛けていきましょう。ん、いっぱいいるな。こんなにいっぱいいるか。これをじゃあ確実に魚雷攻撃で仕留めていきます。強い、天山の魚雷強いですね。一撃で、まあ駆逐艦クラスではありますけども、一撃で魚雷仕留めてます。強い。行動開始する。ここにいるのはコロッサス型空母ですね。これも天山だったら仕留めるのはたやすそうだな。とどめは航続距離の長い新山で仕留めていきます。ぐは、新山は逆にちょっと脆さが出てきてるな。天山を中心に編成していった方がいいかもしれないですね、そろそろね。了解した。天山の安定的な強さは目を見張るものがあるので、天山中心に今後は展開を考えていきましょう。バンガー型は戦艦ですね。戦艦を仕留められるのは大きいだ。仕留められるときに多少航続距離無視してでも仕留めちゃいましょう。
で、冷戦はですね、足の長さが70に対して、新山が280、天山が100っていうところなので、まあ、天山がね、足がなくなってきた、あるいは、武装がなくなってきたっていう場合には、今、空母3隻、総流型になりますけど、これに満載している、冷戦を発艦させて、空きを作りましょう。では、残っている、ウガンダ型、ありますけども、こちらは海を渡っていきましょう。ハリケーンマーク2がいれば、これも撃墜していきます。数がちょっと多いのが心配だな。敵の方ですね。まあ、ただまだ冷戦を完全に温存しているという状態ではあるので、適宜冷戦を戦線に投入していきましょう。では、激戦隊も出していきます。ここにいるのが輸送船団ですね。ここは第8とあとは特設輸送船。ここに戦車も乗せてあります。で、こちらにはですね、輸送機部隊ですね。輸送機部隊の周りにはですね、それの護衛として、今回は、まあ、本当はね、適さないかなというのはあるんですけども、偵察機だったり、銀河だったりっていったものを配置してます。これ、足が長いんでね、輸送船の足の長い機さんに合わせようとすると、どうしても足の長い銀河、偵察機、あるいは新山をね、ぐるりと周りで囲んで護衛するのがいいかなというふうに思っています。では、ここからは冷戦も出していきます。敵の残っている戦闘機を刈り取っていきましょう。で、空いた甲板に天山を下ろします。天山を下ろしたら補給して、次のね、艦隊が現れた時に備えたいと思います。まず作戦なんですけども、このドーバーにある2つの港ですね。で、この港を取って、ここに輸送船を入れたいと思います。そしてすかさずこの飛行場も取って前線基地にしていきたいというのが作戦になります。なのでそこに弊害となるね、地上戦力、特に降車砲なんかはね、展開されると飛行機の敵になりますので、そうなる前に早め早めに倒しにかかりましょう。十分な航空戦力有してますので、惜しみなくここはね、安全を確保して回ります。次のターンで予定している航空戦力、これに守られて輸送機がドーバー海峡を渡り終えて空挺を仕掛けられると思いますので、パラシュートで降りましょう。そして占領に入ります。というところにしたいですが、雨ですね。雨だと空挺ができないと思うので、天候が回復するのをちょっと待ちます。では天候が回復しましたので、ここで輸送機から空挺をかけていきましょう。私だな。ちゃんとね、占領ガリガリ進めていきたいというところになります。同時に2つの港と1つの飛行場の占領を始めていきましょう。で、攻撃を受けたらたまったものではないので、ここでですね、しっかりと航空機を3回させて攻撃を受けないように、歩兵が守られるようにっていうのをね、ちょっと心がけて部隊を、周辺に展開しておきましょう。ぐるりと囲んじゃう形ですね。さあ、港一つ占領できましたので、ここにダイハツを入れて、ダイハツから続々と陸戦隊を出していきましょう。さらにここに輸送船も入れてもいいかもしれないですね。届くんだったら輸送船もここに入れちゃいましょう。では敵、チャレンジャー出してきてるので、これ撃破していきましょう。ここは銀河を連れてきて正解でしたね。
爆撃してチャレンジャーを仕留めていきます。では戦車も陸揚げしていきます。これで敵のチャレンジャー相手にも戦えますね。かなり順調に作戦は進んでます。ただ残念なことに輸送機だけですね一隻撃墜されてます。中に入っている歩兵師団ごと葬り去られてしまった感じですね。飛行場も占領できました。いくつか露獲してます。海軍の軍港も占領しました。これで一気にねその戦いやすさっていう意味ではすごく上陸しやすい環境を整ったとは思いますので、一気に爆撃機と攻撃機とそして占領部隊と幅広く展開していきたいと思います。空母を前線基地にしているとはいえですね、まだやっぱり飛行場の数不足しているところありますので、次の狙いをどっかの飛行場に定めたいなぁと今思ってるんですけども、そうなるとですね次飛行場ここなんですね。ここの飛行場ちょっと狙いに行きましょうか。了解。だいぶ内陸部に入ってきました。まあ、航空機でしっかりですね歩兵を守りながら進軍しているので、ここまでそれほどね、損害が出ていない理想的な中で戦い進めてくることができていますので、この調子でいきたいと思います。できるだけね損害が出ないようにね、注意を払って、進んでいってあげたいなというところですね。特に脆いですからね歩兵はね。で先ほどもお話した通りやっぱり航空機展開している数が多い割に使える飛行場がかなり少ない現状ありますので、できるだけ早くですねもう一つ飛行場を抑えちゃいたいなというところですね。イタリア軍はですね結構頑張ってくれていて、陸戦隊も上陸してくれてるんですけど、なんとも言えないのがドイツ軍ですね。もうちょっと頑張ってほしいなっていう、ところではあります。では空挺をかけてここでまた少し、飛行場のね確保というところに動いていきたいと思います。ではイギリス軍の本拠地ラムズゲート進行してきましたので、ここは破壊していきましょう。もう一発新山で2トン爆弾を落とせば決着できると思います。これでラムズゲート破壊、このマップにおけるイギリス軍の根拠地破壊しています。では結果を見ていきましょう。4等か、ちょっと損害出てしまいましたかね。まあそれでも、ここはね結構順調に思った通りの作戦ができたんじゃないかなと思いますので、まあ、4等なんですけども個人的には結構満足したステージです。はい、次回のステージはですね本土決戦ということで、イギリス本土にいよいよ大軍を送り込むというステージになりそうです。今回はじゃあアシカ作戦ということで、上陸作戦うまくいきましたのでここまでにさせていただいてですね、次回は本土決戦をプレイしたいと思います。